ちょっとお知らせがありまして、これ以上続けることができないので、1月末頃に名古屋ライダーズです。今日もいい天気です。今日は12月半ばになろうとしてますが、ポカポカ陽気の週末になりました。はい、ってなわけで、今日は特にツーリングというわけではありません。サムネにも書きましたが、ちょっとお知らせがありまして、走りながら動画を回しています。名古屋ライダー2チャンネル3年ほどやってきましたが、これ以上続けることができない可能性が出てきましたので、ちょっと事前にお話をしようかなと思っています。まあ、結論から言いますと、移動の事例が出てしまいまして、1月1日付で名古屋を離れることになりました。で、名古屋を離れるだけではなくって、実は東海地方も離れてしまうので、東海地方ですらなくなるということです。で、まあ、仕事上の移動ですんで、いつまでみたいな話はもちろんなくって、次事例が出るまでになってしまうので、もう全然わからないという状況になりました。まあ、ですから、さっき言った通り、名古屋離れるんで、もう名古屋ライダーじゃないです。はい、ちょっと遠くに行くということになりました。 YouTube に関してなんですけど、別に名前変えようが変えまいがいいんだけど、続ければいいじゃんなんて思ったりもするんですが、ちょっと大きな問題がありまして、実はですね、引っ越し先にですね、バイクを持っていけるかどうかがわからないという状況です。まあ、今のところまだどこに住むかは全然決めていないというか、決まっていないんですけど、まあ、事例が出たばかりなんですからね。これから部屋探しをしていくということが必要になります。で、一般的に言って会社の都合による移動なので、住居は会社が用意してくれますが、多分ワンルームマンション的な超狭いところになるはずなんですよね。で、そうなるとバイク用品なんか置こうもんなら、もう部屋がいっぱいになっちゃうので、まあ、実質持っていけないと。それから駐車場がそこにあるかどうかというのもわからない。前回東京に移動になったことがあって、9ヶ月ぐらい住んでたんですけど、その時はもう車が持っていけなくって、結局車を売却してしまったという過去があります。で、今回も、ボルトをもしその引っ越し先の方に持っていけないという話になると、もう名古屋に置いといても乗る人いないので、1年か2年か分からんけど、乗らずに放っておくというのはまあできないので、もしそうなったらボルトも手放さざるを得ないということになってしまいます。まあ、という状況、まだ不確定要素が多すぎるんですけど、ちょっとかなりやばそうな雰囲気かなというのがあったので、まあ、ちょっと正式に決まった直後の段階ではありますが、このことをちょっとお話ししようかなと思って、今日録画をしておるところになってます。で、今後のこの名古屋ライダー2チャンネルなんですが、週1で投稿するのはまあ続けていこうとは思ってますが、基本的には今あるストックを出していくだけになります。引っ越しの準備とかね、仕事上の引き継ぎ等々あって、もうあんまりバイクに乗れなくなるので、今あるストックを細々と出し続けて、そのネタが切れた時点で休眠状態、まあ、休止するということになります。最近はね、あまりストックもないので、まあ、過去のボツになった動画とかも引っ張り出しながら動画は出していこうとは思うんですが、まあ持って1月末かなと思ってます。なので1月末頃にもう自然と動画を上げなくなって休止状態に入るということになります。で、引っ越し自体は
まあ、その部屋探しとかがあると多分1月末とか2月末に完了するかなみたいなイメージ、まだ全然わからないんですけど、あの休眠状態に入ったらどうだろうな、バイクを持って行けたとしても4月以降にしか再開できないみたいなイメージかなというふうには思ってます。はい、ちょっとあのどこに引っ越しするのっていうことに関してはまた落ち着いたらちょっと話をしようかなと思ってます。私のこれまでなんですけどね、もともと岐阜県生まれの名古屋育ちなんですね。で、東海地方に生まれた人にありがちなんですけど、一生東海地方から出たくないっていう人が結構多いんですよね。私もご多分に漏れずそうでして、ほぼ名古屋にしか拠点がないというところを探して今の会社に入ったんですね。で、まあ順調に名古屋だけで生活をすることができていたんですけど、会社がちょっとあちこちに拠点ができてしまいまして、そのおかげで名古屋以外のところに移動する可能性が出てきてしまって、まあ、実際ここ10年ぐらいでね、一旦福井に移動になったことがあって、福井に3年近く住んでました。で、その後、まあ、いろんな絡みがあって東京の本社に行けという話になって、東京にも1年弱住んでいることがありました。で、その後運よく名古屋に帰ってこれたので、まあ年も結構いってるし、このまま名古屋で終われるなって本気で思ってたんですね。思っていたんですが、今回また違うとこに行けという事例が出てしまいました。まあ、サラリーマンですんでね、行けと言われたら行くしかなくって、もう嫌ですって言ってもしゃあないんでね、はい、まあ、従うことにしました。残念ながらね、名古屋に帰ってきて最初に PCX を買って、その後ボルトに乗り始めました。ボルトに乗り始めたのと同時に YouTube を始めたんですが、なんとかその3年間でね、1000人を達成することができたりしてね、非常に楽しい名古屋での生活だったというふうに思ってます。まあ、見てくれた方々とかね、それからコメントいただいた方々、登録していただいた方々、本当にありがとうございました。あとは何と言っても、ボルトに乗り始めてボルトのコミュニティに参加させてもらったんですが、特にね、東海のボルトのチームには本当に大変楽しくね、一緒にお付き合いいただいてありがたいと思っています。いろんなとこにも行かせてもらいましたしね、私のチャンネルにも出ていただきましたし、本当にありがとうございました。本当に皆さんにね、改めて感謝しております。もともと人と喋ることが大嫌いだったりね、コミュニケーションに難があった私ではありますが、そんな私でもね、結構あの皆さんよくしていただいて、本当に仲良くしていただいてありがとうございました。本当にあの皆さん、これまでありがとうございました。また新しい住処が決まりましたら、このチャンネル急にポッと動画を投稿してね、再開しますなのか、もうこれ以上できませんなのか、その辺のご報告をさせてもらいたいなと思ってます。本当に皆さんありがとうございました。急な話ではありますが、まあ私にとっても今回急な話だったので、まあしゃあないなと思ってます。かなり寂しいです。はい、そんなわけでした。はい、それでは今日まで名古屋ライダー2チャンネルをご覧いただきありがとうございました。大変感謝しております。また続けることができるようになりましたら、今までと同じように仲良くしていただければと思います。それではまたいつかどこかでお会いしましょう。じゃあねー。